ちらが、うちで作ってる汎用シートの中で一番売れてるナロータイプのねベイツシートです。タックロールで、これがソロシートで、こっちがねピリオンで、まあ大概セットで作ることが多いですね。ここ本革です。でこれ茶身の、ホースハイド馬革ですね。で馬側の方が牛側に比べてあの表面がなんていうかしっとりしなやかな感じで、まあ多少こう小傷が多かったりするんですけど、こういう雰囲気のヴィンテージタイプのシートにはすごく雰囲気が荒々しくて、かっこよく仕上がります。で厚みが 1.2 ミリ1ミリ 1.1 ミリとか 1.2 ミリとかちょっとねちょっとだけ分厚めなんで、こういうこう縫製の縁というかね、縫製のラインがこちょっとむぎゅっとする感じで、あんまり革も好きすぎないでちょっとこうむぎむぎ感が出るような仕上がりにしています。で茶身なんで、こういう端っこの方とかねよく擦れるような場所は多分この顔料の黒が剥げてそのうち下地が出たりとかするような革なんで、経年変化は雰囲気よく経年変化していくと思います。でこれからちょっと各部のサイズをね発表というか、測っていきましょう。ですね、この辺がいいか。まず全長が、直線で、34センチぐらいで、ね、幅が23ぐらいかな。こうナローなんですよね。でこれシートベース自体はあの本物のヴィンテージのベイツシートから取った、ものなんで、サイズ感的にはほとんど同じですね。若干このベースの反り方がちょっとだけ違うんですけど、まあ、ほぼ、同じ縦横寸で取ったやつなんで、あのベース自体うちのオリジナル商品です。ちなみにベースがこんな感じ、ちょっと濡れてんな。ベースこんな感じで、でこれも売ってます。税別で4500円ですね。で、あとはこれの、スタッドボルトね、よく、質問いただきます。で、まあ、前側はいいか。前側のボルトは、8センチ幅、ここがね8センチで、リア側が、まあ、多分スプリングマウントとかすると思うんですけど、ここがね、伸身で17センチあります。ここ17センチ、こんな感じです。はい、これソロシートで、ピニオンがこれ一番よく作るサイズです。で、まずシート幅がだいたい11センチぐらいですかね。幅11センチぐらいで、縦のパッドの部分が、22センチで、後ろの厚みがだいたい8センチで、前側が4センチぐらいですね。前側4センチぐらいで、取り付け全体の全長はベロも入れると24センチぐらいですかね。で全部手作りなんで、さっきもちょっと冒頭の動画にあったと思うんですけど、プラマイ、まあ1センチは違わないと思うんですけど、プラスマイナスで5ミリ前後ぐらいは、サイズの差が出ちゃうので、そこはご了承ください。でベースこういう感じで、これも作ってるんで、こんな感じであのサイズ変更ができます。ちっちゃいでしょ、こっちの方が。タックロール1本分ぐらいちっちゃくて、たまたままあこれはオーダーがあったんで作ったものですけど、
だいぶ一回りぐらいちっちゃいんで、サイズいろいろ指定して作れます。こんな感じですね。で、取り付けが結構硬いかもしれないんで、その際は少しこう霧吹きとかで水をかけてちょっとこう、曲がりやすくしたりする。あと一番いいのは電子レンジで、蒸しタオル作ってこうカポッとかぶして、温めてちょっとこう曲がりやすくして取り付けると曲がってくれて、で、乾燥するとその形をキープすると思うんで、少しそれでこうフェンダーのアーチに、取り付けやすくなるかなと思います。で、一応ねこれ中のウレタンは、こういう方向の曲げに、うまくこうフィットするようにちょっとこう曲がりやすい加工が中でしてあるんで、多少は曲がりやすいんですけど、まあこうムギムギちょっとする感じで取り付けることになると思います。まあ、古いベイツもそういう風にできてるんで、その辺も同じ作り方で作ってます。まあ、こんな感じで、ね、セットで、なかなか汎用品でいい品の雰囲気のシートってないんで重宝されてるみたいで、うちではねよく出るシートです。何か分かんないことあったら問い合わせいただければお答えしますんで、よろしくお願いします。こんな感じになります。